ガチンコマッチョクラブの時間です。今回回を数えて69回になりますよね。今回もスクワットの方法を教えてくださってますけども、これ1分でできる、本当脂肪燃焼効果が高まって免疫力が高まる、すごくいい方法だと思います。私もこれやってるんですけども、この辺がね、この引き締まってくるのと、足がちょっと痛いですね最近は。でウォーキングをしながら有酸素運動を絡めてやってるんですけども、本当にね、このミスター M さんの紹介するスクワットっていうのは、それからダイエット方法っていうのは1分でできますから、飽きずにできることがあると思います。それからこれはミスター M さんへのねメッセージになりますけども、このシリーズっていうのは今69回でもう70回71回と続くと思います。でこれをですね、もっともっと私は広めていきたいなと思うときに、やっぱりね、拡散する媒体っていうのもいるかなと思います。例えば SNS で Facebook に投稿していくとか、 Twitter で拡散してもらうとかっていうのもありますんで、それをねちょっと遠目に見ていくのと、ぜひね、これ動画を見てる方も、これすごくいいスクワットで、今新型コロナウイルスっていうのが流行ってるじゃないですか。で私たちでできること、個人でできることって、手洗いとかね、うがいとかあるんですけども、免疫力を高めるために体を鍛えるってこともすごく重要なんですよね。まあ、ですんで、皆さんの周り、もしくは皆さん自身ですね、体を鍛えて免疫力を少しでも高めていこうと思ったら、この動画をぜひねご利用いただくことと、拡散をねちょっとしていただきたいかなというふうに思います。それが私の今回のお願いになっております。じゃあミスター M さん、次回の動画も楽しみにしてますんで、しっかりとよろしくお願いします。それからウエスト、体重、見た目チェック、これもたまに入れていきましょうか。それでは。